大丈夫。何？めっちゃ急に始まったけど。ちょっとスチーム実況初めてだから。こんなもんなのかな？誰か来た？ちょっと。めっちゃおじさんが一人歩いてくるのシュールなんだけど。こんにちは、ゆうやけでーす。どうもー。どうも、ちょっと。うわ、めっちゃ無視されるわ。ひってー。どうもこんにちは、ゆうやけです。今回は8番出口っていうちょっと変わったゲームを遊んでいきたいなと思います。なんか異変が起きたら引き返さなきゃいけなくて、異変がない時はどんどん進んでこの8番出口から脱出しようっていうゲームらしいです。どんなゲームなのか、ちょっとやっていきましょうか。てかさっきのおじさん気になるね。さっきのおじさんいる？あ、いた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 。何しとるんそんなとこで。あ、スマホ見てるんか。って待って。スマホ画面真っ暗じゃないこのおじさん。いや、もうすでに僕からしたら異変なんだけど、これ。邪魔やなー！黄色い惑星の真ん中で仁王立ちするおじさん。嫌だわー。いくら人おらんからってやめてや、そんなとこで。しかも、スマホ真っ暗だし。何？画面に映ってる自分を見てるの？そんなとこで自分見ても変わらんて。もうあんたの頭髪は手遅れだよ。あ、待って、すごいすごいすごい。八本木交差点。めっちゃ聞き覚えある名前が出てきたわ。八本木。多分この世界では都心の方なんだろうね。きっとこの地下鉄は。あ、でも出口0番になってるね。8番じゃないんだ。じゃあ、おじさん、ちょっと行ってくるね。スマホの見すぎ注意だよ。本当に。周りに気をつけてや。あ、監視カメラがある。わーい、映ってるー。わーい、母ちゃん見てるー。イェイイェイイェイ。じゃあどうしていこうかな。とりあえず進んでったら、さっきからカチカチって音聞こえるのなんだろうね。これ何？ With a smile. 8しかイン。すごい、本当にありそうやんね、こんなん。8月8日オープンだって。あ、こっちもすごい。アルバイトパート大募集。こんなん見たよ。え？実際にあるやつ？ニューオープン。ドッグサロン。ズーイー。うわ、これとかさ、めっちゃ見るよね。日々の身近なトラブルも、司法書士にお任せを。これ実際あるやつじゃない？ほら、こんなんとかも見た見た見た。あったあった。確か新宿かどっかにあったぞ。メイクアート。こっちは？ムーブフェス。10月10日。3000円。安っ。防犯カメラ作動中。なんかそういうのが変わっていくのかな？わかってないんだけど。とりあえず進めばいいのか？チラッ。チラッ。あ、まだおじさんだ。え？まだあのおじさん来た！いやいや、異変異変異変。異変起きた異変起きた。おじさんが来た異変。後ろ戻り、後ろ戻り、後ろ歩き戻り。後ろ小走り戻り。よし。これでしょ？左側通行ご協力ください。おじさん来てる？これなんで0番なんだろうね。え？カチって言われた。このカチーが怖いわ。あー、またおじさん来たわ。なんなんだ、あのおじさんは。さっきから。なんか、違和感が感じたら引き返すらしいけど、違和感ある？特に見た感じ違和感ないけどな。今んとこその、頭皮が絶望的なおじさんぐらいしかちょっと違和感はないんだけど。いやー、多分ループしてるね。なんか見落としてるんだろうな。すでに異変は起きてる気がする。禁煙。出口8。ここは ?8 しか。異変、異変。このおじさんは別に異変ないもんね。急にわーとか襲ってこないでよ。
ったっけ、こんな目でかかったっけ、ちょっと待って、こんな目でかかったっけ、待って、おじさんごめん。え、今さ、パートのやつの絵めっちゃでかくなかった？あ、待って、出口2になってる。え、どういうこと？今、異変に2回気づいたってこと？さっきのパートのさ、おばさんの目やばくなかった？え、気のせい？待って、今鳥肌やばいかも。こーわ。ほら、さっき目やばかったもん。うわ、こーわ。いや、これ司法書士わからんなぁ。司法書士はわからんで、これ。え、特になんもなかったけどなぁ。もう一回戻ってみようか。どうなってる？あー、ゼロに戻っちゃった。ショック。これ、激ムズだぞ。これなかなか難しいな。異変ね、異変。これちゃんと覚えとかないといけないなぁ。随は特に問題ない。このね、司法しかとか絶対わからんけどね。このベンチが一人座ってたか座ってないかとかも全然覚えてないよ。とりあえずあのおじさんが来たら一回逃げるとか。そんなことはない。そんなことはないか。おじさんはもう、おって当たり前か。いやーもうこのおじさん違和感ありまくりやけどなぁ。もう何ぶつかっとんじゃてめえ、こらー、悪い。ずっと虫。ちょっとぐらい喋りかけてくれてもいいんじゃないか。随もさ、別に特に変わったことないんだよね。おじさんを迷ってるんやろ、一緒に探そうよ。おじさん、異変一緒に探してよ。なんでこのおじさんはいつも無視するの？くそ。おじさんね、この禁煙のタバコの色が違うとか。だって緑やったよね。そんなわけないか。何なんだよ、異変って。異変って何なんだよ。あ、1になった。めっちゃ怖かった、今。痛みんだ、めっちゃ怖かった。何あれ、まるっきり違うじゃん。あー、そういうことか。なるほどね。いいでしょう。こうなったらしっかり見ていくよ。異変は特になさそうやもんね。うん、大丈夫。大丈夫。オーマイガー、いや、怖すぎるやろ。バカだれ。なんか、エヴァの海みたいなもん流れてきたで。やっば、なんじゃこれ。急に、危険。え、こんなんなかったよね。これ異変だよね、絶対。黄色のこんなもんなかったもん、さっき。おじさん、なんかあったよ。おじさん。オッケー、3になった。進んだ。面白いな、間違い探し。うわー、もうおるやん、バカタレ。わかりやすいな、意外とわかりやすいな。次は？知ら？あ、特にか。ま、特に何もないなら何もないでいいんやけど。おじさん特に大丈夫？マジ、あんたが一番の異変だって。まあ特になんもなさそうだよね。行ってもいいんじゃない？これは。
うそーん。あの赤い。監視カメラは赤くの光ってたけど、あれは異変になるの？あ、なってる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 。あ、そんなパターンもあるの？監視カメラが光ってるのが異変か。うーわ、なんじゃこれ。きよっぽど地下で誰か捨てたやろな。ここまで払んでも。はい、異変見っけ。オッケー。次は？ああ、今回は別に特に変わったのはなさそうだけど。これとかかな？いや、そんなわけないか。こいつめっちゃ覗くな。怪しいな。お前こんな覗いてなかったやろ、さっき。お前だ、犯人は。おー！合ってたの？今のやったんかな、ほんとに。さあ、続いて。まためっちゃ覗き込む？特にか。てか、あの奥、なんか壁シミみたいになってない？なんか人っぽいシミになってない？気のせい。なんかすごい怖い気がする。なんだか嫌な予感がする。戻りましょう、戻りましょう、戻りましょう。ほら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 、絶対あれ人間のシミだったもん。おじさんも大変やな、ずっとぐる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 。次は？誰かある？見逃さんぞ。見逃してなるものか。なんか変な音聞こえるんよなぁ。なんか、一回戻ってみようかなぁ。わからんけど。なんかすごい変な音が聞こえる気がする。おぉ、すげぇ !5 番になった。何やったやろ、やっぱあの音かな。わからずやってる実況者。また目黒くならん？そしたらわかりやすいんやけどなぁ。あなたは特に相変わらずやな。なんか音聞こえるんやけどさ。これなんかな？ちょっと一回戻ってみる？音関係ない？どう？おー、6番になってる。いや、これ、わかんないな。やばいぞ。全然わかってないぞ。わからず進んでるわ。覗くか？おい、覗くんか？ほら、ほら、ほら。いや、特にでも変化ないぞ。でも足音っぽいのはさっきからちょいちょい聞こえてはいるんやけど。変化。変化ね。進んでみるか。変化なし。変化なしです。おー、やったー！あぶねえ！危ない、危ない、危ない。これ変化あったらやばかったわ。なるほどね。変化ないパターンもありか。オッケー。これ難しいなー。おじさんどう？おじさん特に変化なし？オッケー。図位も関係ないでしょ？司法書士も大丈夫。メイクアップ。今回も大丈夫じゃない？あ、待てよ。あれ、ドアもう一個なかった？そういえば。あれ、気のせい？あれ、俺ドアもう一個あった気するんだけど。気のせいかな？あ、8番になってる。そうだよね、ドア3つあったもんね。おーはははは。あぶねえ！あとはなんだ？大丈夫やな。あとなんだ、言えるとしたら。い
や、もうわからんな、もうわからんな、さすがに。いや、特に大丈夫そうやけどな。あ、このランプがどうのこうのって言われたら知らんよ、ほんとに。これ行ってみるか。あ、今回何もなしで行けるんじゃないか？何もなしにかけます！おー！何もなしにかけます！おー！嘘！え？終わり？クリアしちゃった！待って、マジでクリアしちゃった！嘘！終わっちゃった！待ってやばい！多分もっと本当はいろいろレパートリーとかあっただろうに。これクリアしたらよくなかったんじゃない？実況として。ここは？従業員専用、清掃員専用。消火器。特にライトも問題。あ、待って、今目動いたぞ！うわー、動いてる！気持ち悪い！逃げろー！おじさん、目が動いてました！おじさん！なんだ？何があったんだ？何があったのかすらも分かってないっていう。なんかおじさん大きくない？なんかおじさん大きくない？え？おじさんこんな大きかった？いや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 おじさん大きいってどうした急に日本人の規定サイズ完全に超えちゃってるよ。あかん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 。うわー、これさっき見たかったなー。うっそ、そんなパターンあるんだ。もうこのしっかり見ないとわからんとかやめてよ。この値段が違いますとかほんまにやめてねー。あとこんなに椅子の高さがちょっと他のやつ違いますみたいな。まずそういうサイゼリア系のされたらマジで無理だからね。うわー、うわー、なんじゃお前、おい、なんやねん。え、あ、なにこれ、おじさん笑っとる、おじさん笑っとる、はははははは、もうええて、おじさん系はもうええて。あ、待って、半開きじゃない、ドア。あれ、ドア半開きじゃない、違う、半開きだ。おじさん、従業員専用ドア半開きです。おじさん、おじさん、なんでいつもそんな真顔なの。あ、よかった、一個わかった。おかしい、おかしい、おかしい、おかしい。あんなめっちゃ面白いやん。そんな小走りで来る普通。おじさんも特になんもないと思うけどな。引き返せ、引き返せ、引き返せになってる。すげえ、あ、そんなんなるんだ。おー、やっと一個見っけ。ん？あれ？奥階段になってない？あれ？まだ三つしか答えてないのに。ゴールじゃん！え、やった！ゴールじゃん！やったー！
ですよね。ビビったー、今のは怖い。今のは怖いわ。うわめっちゃ押すやん、このポスター。そんな押さんでもいいかな。あと4個。もう言うてあと4個か。なんだろうね。あっ！ああ、もうやめてやめてやめて。ごめんなさい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 。こーわっ！もう音やめて。音ビビリはほんまに。あかんて。音ビビリはダメなのよ。おじさんも変わらず。待って、なんで気づかんだやろ。あ、全然気づかんだ、今。全く気づいてなかった。すっげー、なんじゃこの配置。嫌だなー。こんな電気は嫌だ。よかったー。あっぶね、全然気づかなかった、今。あとなんだろうなー。うわ、なにおじさん、おじさん何これ、バグ、どっち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 ですか。スチームのバグなのか、仕様なのか。これバグやったら許さんぞ。ああ、よかった。ない、あ、ないわ。おじさんのさ、扱いひどいよな、このゲーム。さっきから。面白いな。はい、どうだったでしょうか ?8 番出口。なんかね、納得いってない答えもあったけど、まあ、とりあえず一応全部見つけたってことで。まあ、皆さんも良ければぜひ買ってみて、僕の知らない答え、ぜひ見つけてみてください。それじゃあ、また次回の動画もぜひお楽しみください。それじゃあみんな、またね。